久保さん。あの、やっぱ見極めが大事だと思いますね。見極めが。これにはお金使うとか、これにはお金使わないみたいな感じで、あれもこれも使ってたら、キリがないので、やっぱ見極めが大事かなと思いますね。だ分配料みたいな話ですね。そう。まあ僕ね、110万超え、112万円ぐらいですか。パソコン今回買いましたけども、まあそれはまあ従業員雇ってないので、 手取り20万円の従業員を1年雇ったら240万なんですよ。で、3年雇ったらな600、700超えていくわけですよ。で、3年雇って700万払ったとしても、やめていく可能性があります。って考えると、めちゃくちゃ安いんですね。パソコンがやめるってことないし、ずっと起動してくれるし。<laughs> で、いいパソコンだったらね、本当静かだし、あの固まることもないし、動かないってことないんですよ。でも、悪い従業員を雇ってしまうと、動かないんですよね。 お金払っても動かないんですよあのどうサボろうかってどうサボって給料をもらおうかって考える人もいるのできついですよねどうサボって給料をもらおうかっていうね給料上げてるのに動こうとしないっていうねだからまあそのお金をね僕もあの稼げるようになって分配が結構鮮明になってきたかなっていうのはありますねだからできるだけ衝動買いをしないよう衝動買いではなく 一点買いみたいな感じですね衝動買いより一点買いっていうのが多くなってきたかなと思いますね要はロン,ロングで考えられ目先のこれよりロングでこれはロングで使うから高くてもいいよねっていうような考え方ですよねでも結果的にロングで考えた場合安いんですよだから久保さんのトイレの話でもじゃあ目先の3万が安いからっつってこまめに修理してったらじゃあその30年今のトイレ持つのか 今,今まで30年使ってました。で、また壊れるでしょう。で、やります。それ30年間繰り返したら、多分新品買った方がいいんですよ。新品買った方が30年持つんですよ、多分。<laughs> だけど、今の30年使ってるやつをこまめに2万とか3万で修理してったら、30あと30年後、トータル的な多分金額は高くなってると思いますね。だからやっぱ、ロングでこう考えられるかどうかって結構大事かなと思いますね。うん。 だ衝動買いより一点買いっていうね。これいいんじゃないですか。衝動買いより一点買いっていうね。そう。結構それができるようになってきたかなと思いますね。うん。まだ全部ではないですけどね。うん。そう。だからその見極め方っすよね。これにはお金払った方がいいなってやつは払うし。逆にその、うん。なんだろうな。あ、この前ね、そうそう。アムウェイですよ。アムウェイ入ってる方から、 あのまあご案内というかねセールスというかねまあ紹介されて吉田さんサプリとかこれいいですよとかいろいろ案内されたんですよまあ枕買ったんですけどでまあ結構その人のセリフの中でお金があるからみたいなねお金持っててもこうですよみたいなお金持ってるだからまあ,まあお金持ってるから売れるんじゃないかっていうような多分考えベースがあったんじゃないかなと思うんですけどいやお金があるから 何でもかんでも買うかっていうと逆にお金が稼げるようになるとどこに分配するかって精度は上がってくるんじゃないかなと僕は思いますね。買い物の量も増えたしでその増えた量の中から学びがあってでどういう買い物の仕方の方がいいのかっていうやっ,やっぱ買う回数が増えるほどそこでまあ学ばなかったらねまあ一緒なんですけどそこから学んでいけばおのずと精度は上がってくるかなと思うんですよね。 買い物の仕方も回数重ねれば重ねるほど精度は上がっていくかな。まあでも人それぞれですけどね。うん。でも結構な割合で買い、大富豪ほどケチなやつはいないみたいなね、話もあるんですよね。大富豪のほとんどケチっていう噂もあるんで <laughs>。そう。貼るとこは貼るけど、貼らんとかもう一切払わ,あの払わないみたいなね。うん。 でもそれって結局突き詰めた結果そうなるんじゃないかなと。まあ、その買い物から学べばね、突き詰めるとそうなるじゃないですか。うん。でも、あの、なんだろうな。うーんし。そういう衝動買いばっかりしてる人は、うん、結局あんまりおま学べないというかね。うん、なんだろうな。 やっぱねある程度のお金の払えるボリュームがないとそのなんだ触れ幅が広がらないんですよねずっとこまめのこれしかできないから,からある程度振れ幅があってこの振れ幅の中でいろいろこう買ってみるとかするとこの振れ幅で買い物の深みが増してくるんだけどこの収入が少ないとどうしてもこの振れ幅でずっと買い物するのでここから買い物上うまくするって結構難しかったりすると思うんですよね限界があるんで買える金額のうーん そうまああとはあ考え方ですよね。うん。はい。いってらっしゃい。